これなんで通行かっていう意味がわかるでしょ。雨じゃないよ。出るのも。言いたい意味わかるでしょ。ここはやばいわ、これは。これは一番気合い入れて走るとこだろうな。あそこでもう鹿見とるよ、あれだもん。俺がラッキーなのは熊に会ってないってこと。18キロ、いや緊張の道だね。意外にでも鹿は舐めとるわけじゃないけど、数回あったけど攻撃してこんな、なんとか。これは雨とかじゃなくて完全にダメ、攻めれん。これは動物の怖さが勝っとるな。あれ通行かってことは通行負荷があるんだね。わかるでしょ、意味が。こういうとこを逆に最初に経験したでよかったんかな。多分来る前に俺なんかこういうこと調べとるはずだよ。カムイワッカも別に俺あれ滝が見たいわけじゃない。走りたいんだよカムイワッカまで。ほらな、もうブレーキ踏まな曲がれんようなとこだもん。レンブレが間に合わん道だもん。これ北海道の道ね、ほとんどブレーキなしで走っとんだけどね。ここはあかんわ、これは。エンブレだけで走れるんだもん。ふむふむふむ。かんね、これは。かも、絶対ベストワン覆った。踏むわ、これは。エンブレだけで間に合わんけど、デラ楽しいな、この道。絶景。ザマーだな、これ。雨降ってなかったら、ほんと映りがいいでよかったんだけどな、写真の。これは事故車高、ここやばいね。パネーぞ、ここ。デラいいわ。じゃあ何これ、怖っ。すごい風景これ。もうベストワンでいいわこれ。怖い、これはすごいな。だって大きい声で言えやんけどさ、山道でさ、下りでさ、スピードが出せんのよ。あいつ抜いてくんじゃね。抜いてったらほんと神だな。褒めたるわ。ここはやばいわ、これは。334より93号実は。こわ、交通型。やばい、これ。三国峠でも俺ブレーキ出して曲がっとったんだけどさ。これ他の山道雑魚だぞ。その代わり道がちゃんとさ、観光地としての走りやすさをさ、本当に急カーブだね、これ。もう、これはお腹いっぱいになるぞ、ここで、俺。来てよかった。橋降りる意味もわかるわ。
この地下ケーブルは新しく、なんかケーブルなんかいいと思う。知床。温泉なんかどうでもいい。走りたい。あ、こっちまだ道あるんだ。どこまで道あるんだろう、これ。やっべえ道、これ。道南のビアトリも結構デンジャラスだったけど、本当にここは建物のない怖さがある。後ろから誰も来ん。こういうとこでいきなり工事しそうって恐ろしいな。まあやらなあかんけどな、怖えなこれはな。何キロぐらいやったの？あの赤がずっとおりんもんな。これでもさ、仕事しとる人さ、車1台で帰るんかな。めっちゃ怖いよなこれ。無線で連絡しとるかな。電波届くんかな。だって俺の前にはもうノーサービスになっとるよ。だからドコモの電波は届かん場所なんだよ。だから俺山で思ったのが、もう位置情報だけ決めてさ、その道をやったらさ、こいつ何やっとんの。たまらんカーブだな。ここもなんか工事やと思う。やっぱ単車も行くわな。雨だで気をつけてくださいよ。俺釧路の道のどっかでね、その時に数年前か来た時に単車で事故っとんの目の前で見とるからさ、本当に楽しく旅して帰ってほしいよ。追い抜こうが追い抜かせようがどういう風でもいいからさ。それが観光地としての復興だもんね。ここはだけど、カムイワッカもあと13キロ走れんもん。ここほんとラオス行って上行って下ってて行けるとこまで行って、あと考えよう。今日一応万が一ってことで帰らん予定もしてきたんだけど、要は釧路まであるけど、その時間配分が全然わからんもんで、ここだけは一気に行きたかったもんで、じゃなかったら最悪ダブルブッキングで今泊まっとるとこの料金を別に払ってもいいから、てかもう支払いは終わっとるのもクレカだって。だからどっかで適当なとこでじゃらんでなんか見つけてさ、泊まってこうかなっていうので一通りは持ってきたんだ。コンセントさえあればいい。モバイルバッテリーだけ充電できればなんとかなる。そう考えるとああいうクッカーとかガスボンベ持ってきて地味に役に立つ。冷蔵庫とかこのモバイルバッテリー、もう俺は逆にだからキャンピングカーを作るっていうのがなくなったの。多分やらない。十分これでできる。国内限定だけど。多分俺同等で燃え尽きるだろうな。なんかそんな感じするのわかる。ニセコの方はちょっと余裕ある予定にしたのかな。1日2日は。宿の関係で。函館はなんか見とると都会だもんね。俺が離脱しそうだもんね。多分2、3日でいいから、なんか回れそうだし。走って飽きるっていう可能性が高いんだよ。ここはやばいわ。
あ、でもやっぱ最北端もそうだし、最南端もそうだし、これが、まだ根室まで行ってないであれか。まあでも、最道ってことよ。やっぱ先っぽの意味がわかるな。それなりの。知床ここなんかいかん。湖とか俺もうああいうもんは根本的に離脱だ。離脱っていうかまあ。Head northeast in 400 meters. Make a U-turn. Make a U-turn. あんた間違えとるね。さっきのとこ曲がるんだ。そうだな、これ。こんなとこ入らん。間違えた。絶対なんとかことかこういうとこで決まって駐車場の金取るの。ケチで言ってるわけないよ。離脱するのがもう分かっとるの。自分自身で。観光客向けだよな、今。あんなとこで30分消費するなら、30分走った方がいい。ここだろう。Turn left.本当に俺マップっていうか何これいいのって何これこれ走れるの通行これ11キロも走るの鴨居輪っかさ断念していいこれ行ったことにしてこれ断念する。あのオフロードと一緒だもん。ハマる。Head northwest. これを走っていくのよ。下りが死ぬもん。ということで断念します。帰りも帰りでこれまた上りも違う顔見せるな。知床はすごいわ。こうやってあれだろうね。なんて言うだろう。旅するのってさ、例えば俺数年前にこの電気自動車でまあやり残した未練っていう。まあリベンジじゃないけど、復讐ではないね、別に。お数年後になんか達成するっていう。そういうのが旅なんじゃないかな。って俺今気づいたんだけど。綺麗事とかそういう問題じゃなくてさ。だから多分あれだよね。深夜でも札幌行ってあれで、かなり多分ちょっと、無理だけど。やり残したこともあると思うんだ。そんでだけどまたなんて言うんだろう。かった、パネーな右の岩は。自然が牙向いてくるもんな。っていうのがいいんじゃないかなと。もともとなんだろう、行動距離とか食べるものとかに関してだって人間にやっぱりなんてだろう、1日10食も食べれるわけじゃないし、1日なんだろう、車で5000キロも走れるわけじゃないもん。やっぱある程度の半径っていうのがあるもんね。っていうのをさ、数年後とかにはまたソーラードローンとかでさ、実際にこういうとこ、ドラえもんみたいな冗談みたいな話じゃなくて本当にタケコプターじゃないけどさ、そういう時代は俺必ず来ると思っとるよ。か、そうか。なんか夕張でドローン、ファントムの貸し出しやっとる人のなんかブログあったけど、俺寄ってってみようかな。今まで2組なんかあったとか言って。
山の顔はまた違うな。ここも悪くないね。なんでここハマった？山も海も。じゃあ海ない、左に海ないし、平日あるか知らんけど、ほんと単車いないね。知床すごいわ、ほんと。これでもうちょいしたら、ラオスへの行き道になるんで、暖気。